続きで KW 社員と山口桜子のコンスピラシーセオリーです、前回のジャネット・ジャクソンとかサタデーナイトライブとかそのまあちょっとエンターテインメント系の中の、まあその政治の視点の話をしたんですけど、もう一個ねシャザムっていうヒットしたアメコミ映画の主演のザック・なんとかさんって人がいるんですけど、その人がもともと最近まではロバート・フォード・ケネディ・ジュニアサポートだったんですけど、ロバート・フォード・ケネディがトランプとくっついて、トランプを応援してくれっていうことでトランプを応援するって決めたっていうことをカミングアウトしたんですね、でその時もねやっぱハリウッドでこれを表明するのはもう自殺行為に近いんだっていうことも言ってたりしながら、そのケネディとタルシ・ガバードを呼んでいろいろこの反民主党で、その人もやっぱね親の代が、ケネディの時代民主党で、レーガンになって共和党になったとかっていう人なんで、割となんていうんですかね、その融通が利くタイプだと思うので、自分で考えてる、そうそう自分でそのどっちかのそのなんていうかイデオロギーに縛られてないっていう、そういう人なんだけど、そんな有名なねヒットしてる映画の主演俳優がこういうことを言ってるっていうのもやっぱり全体的な空気が、そのもうやっぱり今の民主党は昔と違ってブルーカラーのための民主党じゃなくて、もうある意味エリートのための民主党ですね。AI とかネットの金持ちとか、そこに投資する人たちのための党になってるってことが明らかになってきたっていうことなんでしょうね。でネットフリックスの、創設者の一人もカマラに寄付をするって決めたら、その次の日から、契約者が一気に解約する人が増えたっていう、今までの最高記録なんだって。すごい良かったですよね。だからもうそれぐらいそのブランド力がね実際そのやっぱ民主党に対して愛想を尽かしてる、アメリカ有権者たくさんいるんでしょうね。でそのハリケーンもそうだしね。ハリケーンも今ジョージアヘレナすごいですよね。あれすごいね。能登もすごかったけど、いやあそこのね地域の広さがジョージアノースカロライナとさ、だからもう日本でいうと例えばもう岡山県鳥取県丸ごとみたいな感じでもう水没してるでしょ。その下にリチウムがすごい埋まってるって話聞いた。ちょうどブラックロックが買ったリチウムがすごい先月ぐらいに一気に買った、だからね、能登も能登沖に油田があるって言われてるからね、だからそういうなんていうかスーパーシティ計画のあれですよね、一丸になっちゃってるっていうことだと思うんですけども、その現地の人たちがカマラもバイデンも全然来てくれないと。でバイデンだってバケーションだもん、またビーチハウスでしょ、ビーチハウス。カマラはあれですよ、カリフォルニアで、その資金集め集会ファンドレージングをやってた。それでなんか電話してる写真だけ、すごいなんか透き通ってる電話ですみたいなのねでなんだっけ、イヤホンのジャックが電話に刺さってないとか、紙に書いてるもの、ペン持ってんだけど全部白紙だとかってなってて、すごいそこにトランプ大統領が行ったんですよね。もう行ってね、なんかまず自分のアメリカ面白いのさ、こういう時に、レジでポップコーン投げたり、そのなんだ主婦の支払いを代わりに$100払ってあげたりっていうのが、アメリカの造反行為にならないんですよね。私もそう思うね。なんでマリなんだなと思って、その辺はね、普通あれは日本だとね多分問題になるんだけども、で現地行って$2,500万寄付したんですよ。でプラスGoFundMe で資金を寄付金を募ったところ、もう$1,300万ぐらい。だってバイデンはだって3日目くらいにもうほとんど出さなくて、どっかの国と同じですよ。どっかの国で能登にやったことと同じ、ちょこっとだけ出してでもそれでもう彼らはそれもう必要ないからとか言って終わったとか言ってドア閉めてね出てっちゃったもんね。その3日前にウクライナには 2.4 ビリオンっていうお金をさらっと出してて、3日後になったらもうあの人たち必要ないよとか言って、大丈夫もうヘレナ台風の大丈夫だからみたいなこと、ハリケーンかね、ひどいですよ本当に。でそのお金をもらったゼレンスキーが、うん、今回またアメリカに来て、なんかワシントン D.C. でもうちょっと支援してくれってお願いしますって言ったんですよね。子供がなんちゃらとか言ってね、うん、子供が死んでるとかね、うん、ロシアを、ね、倒すにはあなたたちの助けを借りるしかないみたいなことを言ってんだけど、その次の日にトランプタワーに行ってトランプと一緒にまあでもあれも演出なんだろうね、入ってくるとこ出るところ座ってるとこちゃんと別々にこうね撮ってあげたりしてて、でまずなんか一緒に入ってきて、でまあこれから話すんだっていうところをまあみんなに伝えて、で会議室入って、でトランプ大統領は立ってて、ゼレンスキーに「そこお前そこ座れ」ってそうありえないの、それすごいなと思って。だってトランプ大統領は元大統領だけど、まあ、民間人っていう方じゃない、まあこう公人であるけども、あっちは一国の大統領じゃない、うん、それをさ立ってお互い立ってとここんな感じだったの。どうしても会いたいっていうから会ってあげたんじゃない。で自分のニューヨークのトランプタワーにね来させてるわけだから、麻生さんの方がいい待遇だったもんね、 あの時はね、うんうん、でそうでも平気でいいダクダクとして普通に座ってて、でその後出てきた後の顔は、うん、もう捕虜みたいな顔になってて、ゼレンスキーはもう隣にトランプ大統領立ってて、ここの顔でもうなんか呆然としてるよね、うん、こんな顔してて、ずっともうなんかもう役者なんだろうけど 役を忘れてるのか、なんか呆然とした役やってるのかもしれないけど、すごい何の顔色もなくなっちゃってて、でトランプ大統領がずっと喋ってるのを横でね立ってましたよね。だから前日そのワシントン D.C. に行って議会でまだまだ戦争がこのまま終わらせるわけにいかないし、ロシアに勝たなければいけないって言ってたのに、翌日トランプの前でもうこの戦争終わらせるから、うん、お前らプーチンとゼレンスキーと俺でちゃんと話し合えば、うん、もうこれはフェアに終わらせることができるっていうなんかことをトランプ言ったんですよね、うん、それでいや俺はそのプーチンとも仲がいいから大丈夫だって。そしたら横でゼレンスキーが僕たちとももっと仲良くしてくださいよみたいなこと言ったら、はははなんだっけ2人じゃないと単語は踊れないって言って、そうそうそう、2人、うん、だからお互い様じゃないとどうしようもないねみたいな、お前がその気にならなけりゃ、うん、これはうまく終わらないぞっていうようなことを言って、うん、はははみたいな、うん、すごい鼻で笑ってんだよね。ちょっとなんか軽く小突く感じで言ってたからね、もうトランプ大統領。そしたらなんかもうまたしょぼっとしてて。まあどうしても会ってくれって言ってトランプタワーまで行きますからって言って会いに来たから、まあ一緒に写真撮ってやるよっていう感じだったんじゃないの。でもね、私たちこれ慣れてるけどね、普通に考えてですよ、うん、大統領じゃない人が戦争を終わらせるとかね、うん、平気で言ってるけど他の国の大統領に、うん、おかしすぎるでしょ。まあ俺ずっと言ってるのはそうだよね、ずっと見てる人は分かるけど、自分が当選したら24時間以内に収束させるってことはずっとまあ言ってはいるんですよね。それはでも一応大統領選で出馬してるからね、うんうん、でもゼレンスキーはこの会った後にロシアとの戦争は終わらせなければいけないって言ったもんね。うんうん、そうだから昨日まではもっとイケイケっていうか、みんなお金ください頑張るからみたいなこと言っといて、もう会った後はもう終わりをしていますみたいななってて、あれじゃないキム・ジョンウンの時みたいにさ、まあ前の日までロケットマンって言ってたけど、会って話して大丈夫なんだよと、別にここでその方針を変えれば命だけは助けてあげるよみたいなことを言ったんじゃない。いやそんな顔じゃなかった、殺される顔してたよ、うん、でもやっぱその前の日にさ民主党の人たちにいろいろさ頭下げてお願いして、あの人はお金大好きじゃない。でもそれもさ資産取られるよ全部。でも当たり前だけど、J.D. バンスもトランプも言ってたけど、結局そのウクライナに投資する金で儲けんのはアメリカだって、あれ誰だっけ、ミッチ・マコネルが言ったじゃない、はいはいはい。だから結局、ね、いくらそうは言ったって、だって世界中にいろんなもの買ってるじゃんあの人たち。ああいうだからアブクゼニオ、アブクゼニオあれがなくなることがやっぱり嫌なんでしょ。だってもうそれは諦めないと。だからそういう顔だったのか自分の命なのか、ともかく何しろもう呆然としてたから、うん、いうこともね。でそのさ、じゃああれじゃない、トランプにその裏で室内でお前のこういうのも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 全部知ってると。でそれを全部表に出すこともできるけど、まあ、ここでお前が折れて戦争やめるとプーチンと話し合いの場につくんだったら、まあ、許してやってもいいかなみたいなところでボーンとしちゃったんじゃないの。まあ大体そんな感じですかね。うんでももう一つゼレンスキーもだけどちょっと今足してさせてもらうとイギリスの首相スターマーは、うんはいトランプ大統領に同じぐらいの時期に会いに行くって言ってたから、まあ、そろそろ行くんだと思うんですけど、トランプ大統領に会いに行きますってスターマー首相ですよ、が言ってて、でカマラとバイデンとこには行かないっぽいんだよね。でカマラには少なくともなんかちょっといろいろ日常のいろんなこう困難時があるのでちょっとどっちにもいい顔しないんだね。もう会う時間ありませんとか言って。なくてすいませんと言ってなんかいろいろ日常のなんとかがどうのこうので会うバイデンとも会わないバイデンは言ってなかったけどでも、まあ、トランプ大統領には会いに行くっていうのは公表してた。バイデンはビーチハウスに行くから会いたくても会えないのかもしれないけどそうですね。そうだからおかしいとかまあ普通まあ経済部さんの立場っていうか一般的な立場だと次の大統領になりそうだから、うん、そっちに先につばつけに行くってことなのかもしれないけど私からするとそんないくらなんでも今の大統領とかもうちょっとあれだよね。日本の方がさ腹毛っていうかその、うん、岸田総理は、まあ、バイデンに会うけど、うん、麻生さんが代わりにトランプに会いに行くような感じじゃない。それは普通じゃない、うん、だって失礼もいいとこじゃない。だって本当は国際、うん外交儀礼上ですよ。いやありえないもんだって。オフィシャルでやっちゃいけないんじゃないですか。侮辱したらもう個人的に好きだから会いたいとかならわかるけど。オフィシャルなんだからね。ちなみにこのスターマーっていう人散々独裁今してますけどイギリスで、うんうんうん、それこそほらツイッターでなんかやっただけでも投獄とかしてるじゃない。そうだよね、うん、してるけどこの人めちゃくちゃ人気なくってでさらに、うん、つい最近ですけどもワヒード・アリっていう議員、うん、すごい金持ちの貴族なんだって、うん、この人と愛人関係にあるっていうことが、うん、スキャンダルになってて、うん、でこの人の今家に住んでるかなんかしてて、うん、奥さんはそれで怒って出てったって言ってそのスキャンダルで大騒ぎになって、だからもともとすごく嫌われてるところをこのスキャンダルを出すことで多分失職しそうになってはいます。今もうすでに、うん、早くない？はいはいはい、イギリスってだってサッチャーとかって10年以上やってなかったっけ。もうこの人そろそろ危なっぽい。この間のスナックもすぐだったしさ、うん、その前の女性のディープステート発言した人もだっけ。そっかいましたよね。いたよね。そう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 もうすごい短かったじゃない。そうこの人だからそうやりすぎたみたいで、はい、そうですね。そろそろこのアリっていう貴族の人は黒人の人なんですけど、明らかになんかこうティーンエイジャーのその性転換とかまたそのなんていうのゲイのなんとかとかこうトランスがどうのこうのとかのすごい団体作ってるお金持ちの人とこの今スターマーがなんかいいっていうか多分党は違うんじゃないかな。だからすごいスキャンダルなんですよね。へえ、はい、そんな感じみたいです。なるほどね、うん、あとはヨーロッパだとどんな。ヨーロッパいっぱいありすぎてね。今度国連で、ナタニエフがスピーチしてましたけどみんな出てっちゃって話にならなかったとかね。ナタニエフ嫌われてるみたいな国連で。でドイツの首相の時も外務省の時も国連 UN やってたね。そうそうそう、はいはいはい、誰も聞いてなかったっぽいですね。まあ、でもそのナタニエフといえばイスラエル、はい、昨日今朝未明かな、うん、爆撃すごい受けたのをリアルタイムで見てたんでちょっと興奮して眠れなくて今日ちょっとね寝不足なんですけども、はい、頭がちょっとね半分ぼーっとしてるんですけど、寝不足でもう一つ言っていいじゃん、うん、寝不足つながりで言いますと、カマラ・ハリスは最近、はい、元に戻りますけど副大統領のワルツを選んだ時には私寝不足最近寝不足でちょっとおかしかったんだけど、その時に選んじゃったよねっていう発言をしたそうです。本当はシャピーロが良かったってことかな。まあそうとも言ってなくて、ただ単にシャピーロでもついこの間あれじゃない、それこそゼレンスキー来てさ、ミサイルにサインしてたじゃん。あ、そうね。でその次の日にさっきのトランプタワーで死んだ顔になってるっていう。シャピーロもゼレンスキーもこう、あれは軍事施設にアメリカのねに行って、こんな大きいミサイルに兵器に置き場ににっこりしながらサインしてる、もう頭本当おかしいよね。これで人殺すんでしょ。だって彼はユダヤ人じゃない、シャピーロ。そうペンシルバニア嬉しいんだなと思って、そうやって考えられないですよね。前カメラもやったじゃん、まあミサイルに。トランプはとにかく戦争を終わらせると、これ以上人を死なせないって言ってるから、どっちがいいのって話ですよね。はい、じゃあまた次へ。